3時のドリル。時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラ明け、パーソナリティ山田モンドです。さあ、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強の時間、3時のドリルのコーナーです。毎日この時間に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方です。静岡新聞論説委員長の橋本和之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、お疲れ様でした。もうちょっと朝明け方までだったんで、なかなかちょっと厳しかったです。疲れは取れましたか？疲れ取れます。そうですね。明け方まで橋本さんもやっぱいらして、でもやっぱり、まあ、結果が結果だったんで、ちょっと目が覚めちゃうような感じがありましたけどね。って部分もね、何個かありましたからね、今日僕調べてオープニングで話したんですけども、選挙の投票用紙、候補者の名前を書く、あの紙ってすっごい特殊な紙なんですよね、知ってました？やっぱ知ってますね。折って入れても中で開く、そう、開封しやすいように、ね、なってます。でプラスチックでこうできてる、普通の紙とは違う、めちゃくちゃ書きやすいんですよね、そうですね、スルスルして、そう、あのメモ帳ないか、台本あれで作ってくれないかと思ったんですけどね。そうです、ファッと開けるように。高いんじゃないですか、ね、高そうですね。さあ、選挙の話になると思います。橋本さんと一緒に取り上げる今日の静岡トピックス、こちらです。石破茂首相は自民党本部で記者会見し、与党が過半数を割り込んだ衆院選結果に関し極めて厳しい審判だとしたものの、続投する考えを表明しました。自民・公明両党による少数与党での政権継続に意欲を示し、議席を伸長した政党との連携を図るとしました。まさに今日の静岡新聞朝刊からですね、一面にも少数与党で政権継続と出ておりますが、まあ、橋本さん、改めて、衆院選が終わって、まあ、自民党がこれ大敗ということでいいんですかね。そうですね、まあ、新聞の見出し見ると大敗とか、まあ、惨敗とかって書いてるところもありましたけれども、投開票前からその、まあ、裏金事件でですね、与党の、苦戦が予想されていて、で、まあ、石破首相はそれも踏まえて、まあ、それまでは261の絶対安定多数取ってたわけですから、はるかに超えてたわけですから、でも与党で自公で過半数233という、低めの目標設定を、示してたわけですよね、してたわけですよね。でも、それがでもだいぶ与党劣勢だということで、それが、行くのか行かないのかっていうのが、まあ、選挙直前 の、その焦点だというふうに、直前には、まあ、もう言われてたわけですけども、与党で233議席行くか行かないかだったんですが、ところが、まあ、蓋を開けてみると、自公が公示前の288議席を大きく下回る215にとどまりました。裏金事件で離党して参院選から今回の選挙で衆院にくら替えした、世耕弘成元経産大臣、まあ、離党ですから、自民党では今現時点ではないんですけども、そういう与党系の方とかですね、あと公認は得られなかったけども、党籍はまだ残っているという方もいますので、そういう方を入れたとしても221、233には、まあ、12足りないと、12も足りないということですね。で目標下回ったんで、まあ、石破さんにはその責任を取って辞めるっていう選択肢もあるわけですよ、でもその冒頭、先ほどの新聞記事、今日の一面に載ってるのは、要するに、責任を取って、その選挙の責任を取って辞任するということはしないで、このまま首相を続けますと、だけども、過半数を確保する見通しが立たないので、当面は自公、それからプラスアルファですね、の少数与党で政権を維持できますと、そういう意思表明ということですね。これ東国原さんが言ってたんですけども、昔の石破さんだったら、これもう目標達成してなくてこのあれで負けてるんだったら、責任を取れってヤジを飛ばしてた方だっていう話をね、そうですね、していましたけども、そうかもしれません、ちょっと今日改めて、なるんですけども、僕もわからないところがたくさんあるので教えていただきたいんですが、これ過半数を割ってますよね、与党は、そうですね、これでも政権を維持できるんですか。そうですね、まあ、問題はそこになると思います、ね、はいはい、
まあ、あのなので今日はそのちょっとまあ基本事項かもしれませんけれども、これから予想される国政の流れをちょっと確認していきながらそういうことを確かめていきたいと思います、はい、石破さんは何もせずにこのまま首相を続けられるわけじゃありません、衆院選の投開票が終わるとその30日以内に特別国会というのを開いて、はい、まあ、臨時国会とか通常国会とかありますけど、うん、特別国会というのを開いて、内閣総理大臣を選び直さないといけないですね、はい、うん、で、まあ、衆参それぞれ国会議員の投票で決めるんですけれども、うん、石破さんはそこで過半数の票を得るか、まあ、最初1回目の投票で過半数得られなかった場合には、上位そこでたくさん票を取った上から2人ですね、はい、まあ、前の自民党総裁選の質問もそうでしたけども、2候補で行える決選投票で相手の得票を上回ると、しないと首相としてこのまま続けられないということができません、うん、はい、もう一回やるわけですね、だからこの特別国会で、はい、はい、で、参議院は与党が、過半数を占めてますんで、はい、まあ、造反がない限りは石破さんが選出されるでしょうということですけども、うんうんうん、今回の選挙で 衆議院は、与党が過半数に達していないので、うん、与党や、野党系無所属議員から票をもらわない限りは、うん、最初の投票で過半数を起こることができないと、ということになります、はい、で、もしも野党が結束してですね、まあ、野党、うん、それから野党系の無所属議員が全部結束して、まあ、例えばですけど、まあ、最大野党である立憲民主党の、うん、野田佳彦代表を、はい、首相に選びますということで一致すれば、うん、最初の投票でも、野田さんが過半数を占めちゃうわけですね。そういうことですよね。そうすると首相になるんで、野田さんはその野党中心、まあ、野党による新しい政権を樹立するということになって、まあ、それで政権交代が成立するということになります。これ今橋本さんの解説の、はい、でいくと理論上は、はい、野田首相ってことがあり得るという、はい、政権交代ということまだ可能性はあるという、はい、理論上ではあるわけです、まだ、はい、ですも、ですけども、ですけども、まあ、今新聞とかニュース見る限り、うん、まあ、そういう話になってませんよねということですよね。そうですね。それは野党がまとまって野田さんを首相にするというのが、まあ、可能性が極めてまだ低いということです、うんうん、野田さんは他の野党にも協力を要請して、まあ、首相を取りに行くと、うん、まあ、野党の第一党ですから、はい、自民党には数よりも数少ないですけども、うん、150席近くを取ってるわけですので、はい、まあ、自分が首相を取りに行くというふうに意欲を示してますけれども、うん、まあ、今回その立憲民主党とともに大幅に議席を伸ばした国民民主党、うん、玉木代表は自分に入れると言ってますし、あ、はい、そういうことですね、はいはいはい、だからそれも割れるわけです、まあ、割れてるわけですね、はい、で、まあ、野党では、立民に次いで議席の日本維新の会も、協力しない考えですので、うん、まあ、少なくともこの、2党両方から協力得られなければですね、うん、とても自公、まあ、他全部そうなんですけども自公を上回ることできませんから、うん、野田さんが指名されるのは難しいということになります。これでも先ほどのお話だと、はい、まあ、じゃあ野田さんも石破さんも過半数取れませんでしたってなって、はいはい、こう最後のもし決選投票で1位2位の2人になったら、はい、石破さんと野田さんのこう決選投票になりましたってなった場合は、はい、いや石破さんだったらってことで、はい、じゃあ野党まとまろうよで、はい、野田さんってことはないんですか。そうですね、その可能性もないとは言えないですけど、ないとは言えない、はい、まあ、それをまさに今、国会で、水面下で、野党と与党がそれぞれ多数派工作をしているという今だから今ちょっと X にもありましたけども、はい、今根回し中ですか。そうです、まあ、根回し中です絶賛、はい、はあ、まあ、だから、国民とか、維新もモテモテの状態両方からですよねいうことなんじゃないかと思いますけども、ですけどもその野党といってもすごい幅があると、うん、まあ、政策とかですね、主張に大きな、幅がありますから、もう今の段階でちょっとまとまるというのはもう難しいんじゃないかなという。確かに令和なんて協力はしなそうですもんね。あとはまあどうですかね、共産党とも立民は
そうですね、しないって話はもうしてますもんね。そう、まあ、あの一緒の政権は作れない。ただあの、連立政権を組むということはなくても、うん、その首班指名の時に例えば共産党が、立民の野田さんとかっていうことはできるわけですよ、うんうんうん、だけどその話が整っているかというと今現在整ってない、ないですし、うん、玉木さんとか維新はもうあの、野田さんに入れる考えないということにしてますんで、まあ、それが覆ってじゃあ、野党で、まとまっていきましょうという可能性と、それからそうじゃなくて、まあ自民の方が、うん、野党のどこからを切り崩して、うん、あの石破さんに入れてね、はい、っていうことをやって成功するのはどっちが可能性が高いかというと、うん、まあ多分与党の方になるんじゃないかなという。あ、そうですか。まあ、あの、過半数超えるかどうかは分からないです。まああの例えば、石破に入れなくても野田には入れないでねってこともできるわけじゃないですか。そう、白票投じるとか。はいはい、うん、そうするとその比較で、石破さんの方が野田さんを上回って、まあ、首相に選出されるということにもなる可能性もある。可能性としてはあるわけですね、はい、そうやっていくと、まあね、いろんな可能性がまだ、まあ、そういろんなというか、うん、やっぱり野党がちょっと野田さんにまとまるのは無理じゃないかなと思います。はい、そうですか。はい、まあ、あの、でも分かりませんけども、一応今そういう運動を一生懸命やってる、やってる最中、まさにこう根回しというか駆け引きもやってるわけですね、最中なわけですね、はいはい、まあ、まあ、とはいえですよ、これあの与党としてはこの先結構その政権継続といえども大変ですよね。そのすんなりいかない国会になっていくわけですよね。まあ、そこで石破さんになってじゃ あの自公で政権、少数でやっていきましょうと、うん、なってもですね、まあ少数なわけですから、はい、あの例えば法案通すときも、うん、予算通すときもその否決されちゃう可能性があるわけですよ ね、 ですよね、じゃ あのどうやっていくかということなんですけれども、まあ、あの今までは絶対安定多数と言われる250を、うんうん、はるかに超えていたわけなんで、まあ、仮にその法案とか予算に、あの予算案に野党が反対しても、まあ、その気になれば強引に通すことはできた、通すことはできると、実際に通したこともあります。はい、でも今後は何事も、少なくともその野党の一部からその、協力を得られなくて取り付けないと、うん、それがその予算を通したり法案を通したりということができなくなるということなんで、うん、まあ、本来例えば、まあ、例えば自公にですね、国民民主党、今言われているのはその石破首相がその会見の時に言ったその議席を伸ばした政党の、うん、あの政党との協力を図るというふうに言ったと言われましたけれども、うん、まあ、それはあの国民民主のことを指しているんじゃないかというふうに言われてますけれども、まあ、例えば自公国っていうですね、うん、新しいその、政権の枠組み、自公国、うん、民党、国民民主、うん、あるいは、まあ、あのちょっと保守系の人が多いその維新の、協力を得て自公委みたいな連立政権に移行できれば、あの政権運営はやりやすくなる、過半数を超えるわけですから。ですけども国民も維新もその参加を拒否し、明確に拒否してますんで、それはできませんと。そうすると、当面その、協力を得るには、場合によっては例えば国民民主のですね、うん、意見を法案に取り入れますよ、うん、あるいはその予算を、予算にその意見を反映させますよっていうようなことをやって、うん、そのこの法案だけは、まあ、一番、課題になるのはその予算ですけれども、12月にその予算編成をして、来年の年度替わりまでに、通常国会で予算を通さなきゃいけないですから、まあ予算だけは通してね、こっちのそう要求は飲むから、予算だけは通してねとかね、そういうあの、なんていうか、まあ、部分的、まあ、部分連合とか言われますけれども、駆け引きというか、そう、あの物事によってその協力得られるところをそのいろいろその、まあ、交渉的なこともして、取引的なこともして、それで、どうしても通したい法案や予算だけは通していくと、そうやっても協力し合っていくしかないわけですか。そういうことをやらなきゃいけない。だから少数与党ってのは辛いんですよ。それをやめる、ね、辛いですね。これ、はい、国民にとってはどうなんですか、この少数与党って。いいこと悪いことって言ったらですけど、まあ、あの程度によると思うんですね、例えばあの与党がそうやって強引に通したくても、その反対されれば、あの
野党側が揃って反対すれば通らないわけなんで、うん、物語進まなくなるって可能性もあるわけですよ、そう国政まが停滞するってよく言いますけれども、大事な本来だったらそう国民に、まあ例えばその復興予算とかですね、そういうのはなかなか野党判定 しにくいですけども、まあたと、うん、そうですね、もっとこうスピーディーに決まるべきものっていうのが直結するような、ものが通らなくなっちゃったりすることもあるかもしれないですね。そうすると、まあ、マイナスの面です。ただ逆に例えば強引にその、与党が通したいとか、例えば賛否の割れるような国民も、反対意見が多いんだけども、まあ、与党がどうしても通したいって言って、まあ、今まで言うと安保法制とかって結構揉めましたけれども、はい、まあ、あれは強引に、まあ、与党側が通したわけですけれども、国民の中にも割とちょっと慎重な人が多いみたいなものは、今まではそういう強引なやり方で、成立させることもできたけども、これもう、その議論を重ねて、野党側にも少なくとも一部から賛成もらったりっていうことを、まあ、その際には例えば法案も修正するよというようなことをやってやらなきゃいけないっていうことでは、まあ、メリットでもある、そういうことも考えられますね。なるほど、いやでもこれいろいろ協力していかないと進めていくことができない、そうですね、政治になるわけですよ ね。これ意見が合わなくなることって当然ありますもんね。それはもう途中で例えば、国民にじゃあ部分連合でやっていきましょうという、その合意が取れて、国民側からすると是々非々でっていうことで、物事を運んでいっても、途中でどうしてもその国民は譲れないことが出てきて、いやこれじゃあもう自民とはその部分連合でもやっていけませんと、これからも完全に 対立して対決志向でやってきますっていうことになっちゃえば、そこでじゃあ他から協力得られることができればいいですけど、はい、できなくなってもうそこで、まあ、国政ストップしちゃうっていうこともあるわけなんで、ありますね、本当にその、まあ、やっと与党側からすれば大きな妥協もして、その運営できる体制を維持していかなきゃいけないんで、本当に大変だと思います。でもまさにちょっと我々はこれから注目すべきはこの与野党の関係というところですか。そうです、まあ、とりあえずは一番それが最初に現れるのが特別国会での首班指名なので、はいはい、そこまでにその与野党の間でどういう話が成立するのかというのを見極める、まあ、もう大注目だと思います。それが、はい、特別国会が、はい、今朝の、情報だと、11日で、最終調整というふうに言われてますけれども、まあ、その多数派がですね、要するに石破さんで、いけるというまだ確証がないので、なかなか、これがもし安定多数取ってれば、もうすぐ決まったと思いますけども、ちょっとなかなか決まってなくて、ちょっと根回し期間のあれで、今もちょっと今の時点で決まってるかどうか分かんないんですけど、まあ昨日までの時点では11日で最終調整に入りましたという状況になっているという。で12月も予算なわけですね。そう、12月予算編成やって、そうです。だからもう次から次へとこう山場が、そうですね、予算編成の時にその、まあ、例えば国民とどういう話するのかとかですね、維新とどういう話するのか、とか、年を挙げて、通常国会始まったら そこでまた山場がどんどん来るということになって、年度内にも決めなきゃいけないことがたくさんあると、でそのうちに7月には参院選が、参院選だ。ちょっと都度橋本さん解説するようなとお願いしたいと思いますので、はいはい、ありがとうございます。今日も、はい、ありがとうございます。今日の先生は静岡新聞論説委員長の橋本和之さんでした。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回も含めて今までのアーカイブ上がっておりますから、チェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。